中国、ブルセラ菌が漏えい、数千人が感染。中国の甘粛省において、ブルセラ菌が漏えいし、数千人が感染したことが明らかになりました。こちら、これまでに3000人が感染したようでございますが、ブルセラ菌のワクチンを生産していた際に、ブルセラ菌が漏えいした模様です。 このブーサラ菌、人や多くの動物に感染し、人用のワクチンはございませんが、家畜用のワクチンはあり、治療法はある感染症とされておりますが、全く治療しない場合の致死率は5%程度だとされております。まあ、こういった感染症、まあ、中国においては、ただでさえ人と動物の 距離が近いため、多くの感染症が発生し、まあ、今後も発生するんじゃないかと見られておりますので、中国政府には、こういった、まあ、今回は人為的な原因で集団感染が発生しておりますが、感染症がこれ以上発生しないように、徹底的に対策を講じていただくように、 お願いいたします以上になりますご清聴いただきありがとうございました